目黒蓮、須賀原監督と出会うことができて本当に幸運。最優秀男優賞に佐藤浩市、鈴木亮平ら選ばれる。第15回多摩映画賞、受賞式が25日、都内で行われ、スノーマン目黒蓮、26、が本年度最も飛躍した新人男優に贈られる、最優秀新進男優賞を受賞した。主演映画、私の幸せな結婚、について、撮影が終わった後もこのような賞をいただけると、作品が生き続けていると実感できて本当に嬉しく思います。須賀原監督と出会うことができて本当に幸運。その後の作品でも生きています、と喜んだ。最優秀男優賞には佐藤浩市、62、鈴木亮平、40、らが選ばれた。鈴木は、エゴイストは撮影期間はほんの20日程度だったんですが、全員が本当に集中して一つになって走り抜けた、ただその場で生きさせていただいた、夢のような期間でした。若手俳優らの魅力も引き出すと評価された佐藤は、若いみんなと楽しく、きつくはあったけど過ごすことができて本当に楽しかったです、と笑顔を見せた。